あなたが輝く魔法のうといむち時刻は6時を回りました。あなたが輝く魔法のうといむちの時間です。ご案内は、いれいのりこと。 ペイサトルはいいい今今日日もよろししくお願たますは FP 崎山さん、どうしたんでしょうかね。なんかね、先ほど連絡がありましたけれども、今日は講和活動だそうですそうですか第1週目は FP 崎山さん、ですお忙しいですね。わかりやすいマーケティング、素晴らしいですね。はい皆さんにお伝えしているようです。じゃあ、それではリスナーの皆さん、ちょっと気になっている気象情報ですね。沖縄気象台より台風第1号に関して、お知らせが入っておりますので、紹介しますね。 猛烈な台風第1号は6月15日現在フィリピンの東、はい、北緯19度30分統計128度30分にあって1時間に35キロの速さで西北線に進んでおります、はい、結構早いですねえそして台風はさらに発達し7日午前3時には中心気圧が890ヘクトパスカルになる見込みですえ猛烈な勢力を維持して 薩克斯島に接近する恐れがありますので、薩克斯島の皆さん気をつけてください。そうですね。ちょっとね、先ほどからですね、あのスコールのような雨が降りまして、ここギノワンシリーズの FM ギノワンの方ですねども、ちょっと強いあの風と雨が降ってまいりました。降ってますけども、この西海岸東中海なんかすごいあの私から見るとすごいエキゾチックで、すごい魅力的ですね。ちょっとすっきりしてますよね。そうですね。 はい、はい、<お>じゃあそういうことで、はい、皆さん気象情報は以上でございます。はい、お気をつけてください。はい、ええー、そしてのりこさん、はい、週末はいかがでした？あペンチンさん、今日のえっ、ー、と何日かと。あ、そうですね、西西西グブリーズな遠い日。はい、今日は7月の6日。えー、旧暦では6月3日。 ロッキーでは友引きになっております。はい、友引きというのは、うん、友引くっていうことですね。そうですね。うん、えー、午前中と夕刻は、えー、相引きで、えー、<laughs> 相引で吉日ということですのでね。うん、はねこのラジオを聴く皆さん、うん、今日は吉日になりますのでね。はい、えー。どん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 行動しましょうね。そうですね。はい。私は週末週明けと とても忙しかったです、ね。ああ、とても忙しそでしたね。はい,はい。金曜日にですね、あのはい、沖縄の独特のモアイモアイ、はい。ママ友のモアイが、我が家でありましたあ、ユイマールですね。はい。えー、っと、我が家であるときはですね、はい、パパ友も参加なんですよ。あ、そうでしたママ友だけじゃなくてパパ、パパ友。パパ友もはい。そして、子供たちも大きくなっててですね、はいあの、24歳になってるんですけども、そのお子供たちも。 えきましてですね。のりこさん、そんな大きい子がいるんですかはい。あの、魔法使いですから。か魔女ですから。はい、はい。で、あの、うん、そのようにですね、皆さんで集いまして、はい。花畑の、あの、 模し物のということで皆さんでですねあのプチ解析料理をいただきました。いいですね。はい、あのその話はですねまたねあの後ほど私のコーナーでそうですね。はい。そして同日月とまたイベントがあったようですけど。はい、イベントありました結婚式もありましたし、ああの友人のお子さんのですね。それからドリームフェスタっていうあの日曜日ですよ。はい。感謝祭があり、それからですねちょっとあの千人のキャンセル待ちのサロンのあの料理 研究家の先生がお越しいただいたのでそれがあったり、はい、で月曜日はですねまた作家の上田先生ディズニーのおもてなしの先生が、はい、沖縄にいらしていたのでそれに参加したりとかそしてなんか土曜日は、はい、えと結婚披露が終わった後に、ええ、大阪から大切な友人がいたということで,ですね。沖縄にいらっっしゃってたので、はい、えと 土日月と、うつみちさせていただきました。はい、桜の、ええ、じゅんじゅん。はい、聞いてますか。じゅんじゅん、たけちゃん。たけちゃん。はい。洗脳のたけちゃん。はい。そして、影。かずさん。かずさん。はい。はい、とても楽しい。私も一生させていただきました。土日ね。とても楽しかったです。ありがとうございます。はい。ひこちゃん。 あ、そうですねイシ、はい、ちゃんのヒコちゃんはいイハさんですねヒコちゃんねはい本当にうちいむちどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございますはいこれからも一つよろしくお願いしますねはい、はい、じゃあそれで続きはですねのりこさんのコーナーでいきますけどもここで一曲お届けしますはいよろしくお願いいたします Hearts on Fire by Randy Meisner イチンさん、曲の紹介大丈夫ですかあじゃあちょっとだけ曲の紹介しましょう、ね、はいこの「いまな流れ」という曲はですね1980年にヒットした「えー、Hearts on Fire」という曲ですけども歌っているのはランディ・マイズナーランディ・マイズナーといえば、えー、イーグルスの初期のこのベーシストでありコーラスでは高音を担当してたで私の大好きな、えー、ベーシストそして、えー、ボーカリストのランディ・マイズナーですね でこのハーツ r t s on f i のアルバムがワンモアソングといってこのアルバムからですねなんと4曲ほどシングルカットされて日本でグラブヒットしましたでそれが今歌っているのは h ファイヤーですけど今日はライブバージョンでお届けしておりますそしてその後にディー p ー s l マイハートこれはあのキラーンキラ r n ー i l すいませんキラーカーンじゃなくて女性のボーカリストのこうハスキーボイスの 名前が出てきましたね。キム・カウン、すみません。キラー・カウンというのはプロレスラーですね。はい、キム・カウントのキム・カウントのダイ、えー、エットのディビさんにディインサイドマザー,ー。これはもちろんまた、えー、お楽しみいただきたいと思います。えー、この発音があ聞いてる発音ファイヤーはライブバージョンでかなり、えー、ランディ・マイズナーはもう多分これは、えー、50代60代かなり後半に入ってますね。 ちょっと歌い方も違ってますけどもよりハードな面が出てますねはい、引き続き聞いてください

あなたが輝く魔法のといむちをお送りしております。 このコーナーは、暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りしております。ご案内は、イレイノリコと、ペイチンサトル、ギノワンヒルズ通りにあります、FM ギノワンのスタジオより、この後7時まで生放送でお送りしております。この番組では、まだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは、797-FM ギノワントコブはい、皆さん、ツイートしてくださいね。はい、よろしくお願いします。 早速メッセージが届いております。紹介してもらえます。あ、えっとですね、なんと今講話中のですね。F. P. 先山さんから。はい、きっと休憩時間なんでしょうね。え、七夕の宴、楽しみです。今日もラジオ頑張ってくださいっていうメッセージいただきました。なんかまた七夕の宴、なんでしょうね。あのですね、後ほどお話しさせていただきますけれども。はい、明日。 七夕の宴のイベントを計画しております。ああ、そうですか。はい、そうですね。はい、はい。で、えっ、ー、と、第1週目は、はい、あの、家庭教育を中心にっていうことで、これから、あの、先にですね、はい、ちょっと、 絵本の読み聞かせを入れたいと思います。ああ、いいですね。はい。え、これですね。あの、空豆くんのベッドっていう絵本なんですけれども、あの、私は29年間保育士をしていました。それとまたですね、3人の子供を育て上げているんですけれども、そんな中でとても素敵な絵、あの、絵本にたくさん出会ってるんですけれども、その中の一つです。空豆くんのベッド。 とってもですね、心が温まる絵本ですので、あの、私は今読み聞かせをしますので、後ほどもし皆さん、どんな絵本かなって思ったら、ちょっとですね、絵本を手に取ってお読みください。あの、絵がですね、すごく素晴らしいです。あの、自然物がたくさん描かれている絵本です。はい、それでは行きます。空豆くんのベッド。中谷三和作絵。 空豆くんの宝物は、このベッド。雲の,のようにふわふわで、綿のようにや柔らかい。あ、もう朝だ。空豆くんが飛び起きると、枝豆くんがやってきて言いました。空豆くん、僕もこのベッドで眠らせておくれよ。ダメダメ。これは僕の宝物だもの。次に、 グリーンピースの兄弟がやってきて言いました。空豆くん、僕もそのベッドで眠ってみたいな。ダメダメ、そんなに大勢ではベッドがこ、ま、壊れてしまうよ。さやえんどうさんもやってきて言いました。空豆くん、私もそのベッドで眠ってみたいわ。ダメダメ、君には大きすぎるよ。ピーナッツくんも言いました。空豆くん、 僕も君のベッドで眠らせてもらえないかい。ダメダメ。君は自分のかたいベッドがお似合いさ。そま豆くんは自分のベッドを誰にも使わせようとしません。そんなある日あっ、ベッドがない。そま豆くんは慌ててあたりを探しました。ないないないどこにもないよ。そらくんと、 グリーンピースの兄弟と、さやえんどうさんとピーナッツくんにも聞いてみました。知らないよ。僕も知らない。私も知らないわ。みんな口々に言いました。どうしよう。僕の眠るところがないよ。そまめくんは必死でベッドを探しましたが、見つかりません。それを見ていたみんなは、僕らにベッドを貸してくれなかった罰さ、と言いました。 でも、みんなはだんだん空豆くんがかわいそうになってきました。よしじゃあ、僕たちのベッドを貸してあげよう枝豆くんのベッドは小さい。グリーンピッシの兄弟のベッドは細い。さやえんどうさんのベッドは薄い。ピーナッツくんのベッドは硬い。やっぱりやっぱりあのベッドでなくちゃダメだ。 そま豆くんはもう一度探しに出かけました。何日も何日も探しましたが、ベッドは見つかりません。もうくたくただよ、疲れちゃった。とそま豆くんがつぶやいたとき、わっなんとうずらがそま豆くんのベッドの上にどっしりと乗っかっています。どうしよう、せっかく見つけたのに。そうか。 あのベッドで卵を温めてるんだ。仕方がない。少しだけ貸してあげようかな。でも僕の宝物だからな。そうだ、お家を作って少し様子を見よう。それからそらまくんは来る日も来る日もベッドを見張っていました。でもそのうちベッドよりも卵の方が気になってきました。あの卵これからどうなるんだろう。 そんなある日、おやそらくんは目を丸くしました。パリッパリッピヨ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 ッ。やったー卵がかえったぞ僕のふわふわベッドでひよこが生まれた。そらくんは得意になっていました。ひよこたちはベッドから出てお母さんうずらの後ろをひよこひよこと歩いていきます。元気でねー 空豆くんが手を振るとお母さんうずらは振り返って空豆くんをじーっと見つめていました。空豆くんは嬉しそうにベッドを持って帰りました。いやあ空豆くんベッドが見つかってよかったね。とっても心配したんだよ。枝豆くんもグリーンピースの兄弟もさや遠藤さんもピーナッツくんも言いました。さあみんなでお祝いのパーティーをしよう。 ふわふわベッドが見つかった今日は楽しいお祝いさ。カシャカシャどんドこプップクプー。カシャカシャどんどこプップクプー。空豆くんはみんなと一緒に夜が更けるまで踊りました。その後空豆くんはみんなを自分のふわふわベッドに招待しました。おやすみなさい。みんなぐっすり眠ってね。あ、しまい。 という絵本です。はい、ペイチンさんどうでしたこの絵本？はい、実はこの絵本大好きです。そして内容どう思いましたか？あ、とてもいいですよね。あのどういうことだったんでしょうか心温まる。うん、もちろん心温まるんですけども、あのこれよくあるんですよね。ベッドというよりも子供たちって自分の大切なものをお友達に貸したりとか、例えばおもちゃとかそうですね。そういうの貸してあげたくないんですね。で、あのみんなが そら、えー、豆くんのね素敵なベッドを貸してちょうだいって言ったのを断ったんですよああはいはい、うん、で断ったんだけどある日自分のベッドがなくなってしまって、はい、そしたらそこに、えー、うずらさんがですね、はい、卵を産んだっていうことなんですねいいですね、うん、うずらのうずらがいいですね,、ま、たねそうそしたら、えー、っと貸してよって言ったんだけどみんなはねあの バチ、ね、が当たったのさって言って誰も貸してあげなかったんだけどでもサイズが合わないんですね、はいはい、やっぱり空豆って一番大きいのであの合わなかったっていうことで,、はい、でね素敵なベッドやっぱり自分のベッド素敵だよねっていうことでですね、はい、あのそこに卵が生まれたでひなに帰ったっていうね、はい、あのお話なんですよはい,はいねやっぱり自分のベッドが一番素敵だったねっていうことで。空豆も最後は 立派な。<う>立派なそのまめくんになりましたよ、ね。で、ね、そうそう,そう、そして、みんなに貸してあげて、みんなで、あの、ベッドで眠ったっていうお話でね、心温まるお話なんです、ねはい。そうですよね。はい、子供ってわがままですけど、純粋なんだね、うん。わがままっていうよりも、やはり自己主張ですよね。はい。あの、自分の。 大切なものは貸してあげたくないということで常にね学んであのお友達と仲良くするっていうことを覚えていくんですねああそうですね。うん、<当>そう,いう子どもの心理がね、はい、よく表れてる絵本ですね、はい。とてもいろんなことがねあの詰まった、えー、空豆くんのベッドですでこの絵本ですねあの手に取って読むとあのあの自,然自然のね細かいあの絵がたくさん描かれてるんです草草花とか。 えー、水たまりとか、うん、とてもとてもあの綺麗です。で、えー、とこの空目くんのベッドはシリーズされていて何冊か出ていますのでそのシリーズを見るとよいいですね。ということで、はいはい、絵本の読み聞かせでした、はい。楽しい絵本の読み聞かせでした。はい、ありがとうございます。はい、でそれでね先ほども出てましたけども、はい、えと今日は7月6日、はい、明日がですねなんと。

コスタビスタタビ沖縄で開催しますあすごいですね。うん、で先ほどね、ベイチンさんがあの台風情報をお知らせしてましたけど、はい、ちょっと心配だったんですね。台風が1号が発生したときに、まあ、本当にできるんだろうかということで心配だったんですけども、あの、本当にはね、ちょっと風が強いんですけども、影響がないということで、明日予定通り行うことが決定しました。はい。はい、よかったですね、本当ね、えー。で、皆さんね、お越しいただいて、 行きたいんですけども、はい、はいもう一度ですねこういう感じなんですけども、はい、先ほども話しましたけれども、えー、と定員を起こしたあのお申し込みがありましてやはり皆さんね、はい、あの正しい箸使いとかあの返しの使い方っていう ところに関心があるんだなっていうことが今度、今回分かりました、はあうん。ですから私もすごくね、励み、励みになっておりますので、あの、明日いらっしゃる方は、お越しいただく方は気をつけてお越しいただきたいなと思いますね。そうですね。はい。うん、はい。それとえ、まあ、それの、あの、宴のね、定員がオーバーでお申し込みあったっていうお知らせとですね、もう一つ、 はい、すごくですね。嬉しいことがありました。すごいね、生き生きとしてます。はい、あのですね、私全国デビューさせていただきます。全国デビュー、これはなんか女子プロですか。そうですね、体型からいくとそうですよね。失礼な。はい、失礼な。はい、あ、ひろきさん笑ってますよ。あのですね、私、あの、先ほどもね、絵本の読み聞かせをしたり。あの、元保育士っていうことをね、あの、皆さんにお伝えしているんですけど。あの、チャイルドブックって。 ご存知ですか。はい、あ、よく知ってますね。ね、はい、ひろきさん、チャイルドブックって知ってますか。あの、あれですか、なんか。具体的になったりとか。あ,あ、あれではない。チャイルドって聞いたことないですか。チャイルドって、あの、英語ですよね。はいはい、チャイルドイコール。子供。子供。はい,はい、えっと、チャイルドブックっていう。あの、なんていうんだろう。保育雑誌会。会社、保育雑誌じゃなくて。あの、会社がですね。チャイルドっていう。 会社があるんです。はい、東京に、はい、出版社です。はい、で、そこから出している絵本とかあの保育雑誌があるんですよ。はい、はい。で、きっとですねあの柳田さんもね小さい時にチャイルド社の絵本を、はいうん、幼稚園とか保育園で見ています。うん、うん。たくさんあの出版されていてですね紹介されてるんですね。な,なんとそこのですねチャイルド社からはい出、はい、あの 出筆依頼がありまして、えー、はい,い実はですね,あのですねそれは何かというと保育雑誌が発行されてるんですね毎,、うん、毎月はい、はいはい、でそれはですねそこのですねあの、まあ、いろんな内容が書かれてるんですけども私たち保育士っていうのはそれをあの参考にして、えー、例えば、えー、月のお便りであったり、まあ、年のお便りだったりっていうのを書くんですね うん、でそこのです、ね、コラム、毎月のコラムとです、ね、あの書き出し文というのがあるんですよ。はい、それをお願いされて、はい、毎月執筆活動をすることになりました。 はい、とてもですね、大きな、あの、すごい。ねすごい先生ですね。ええ、まあ一応ね、私、保育士だったんだなって最近思いましたけども。これから私、何とお呼びすればよろしいんでしょうか。はい、異例のりこでいいですよ。のりこ先生です。はい、のりこさんでいいんですけども。あの、先だってですね、あの、チャイルド社、本社の方から、え、編集者の方がお、お越しいただいてですね、な、なぜかというと、1年先取りでですね、撮影が始まってるんですね。で、あの、 来年度の雑誌の撮影にお越しいただいてます。で、保育園でですね、あの水遊びの様子を、えー、なんていうんですか、取材っていうことでお越しいただいたので、その時ちょっとですね、私もあのー。 面談、面談っていうか、あの、ミーティングをしまして、あの、このような運びになったっていうお知らせでした。はい。はい。すごいですね。はいでです、ね。自画自賛ですね、うん。ありがとうございます。<laughs> PR が上手なのでね。はい。それとですね、先ほどイ,イベントに参加してきたっていうことをお知らせしたんですけども、実はですね、あの、北鎌倉の方でですね、えー、千人町の え、サロンを経営なさっている先生がですね、この間沖縄にいらしていました。すごいですね。若林宮子先生なんですね。で、先生はですね、幸せを呼ぶ5つのおもてなしの心っていうことでですね、トークショーがございました。で、とてもですね、あの、先生の生き方に私は共感を得て惚れましたので、あの、皆さんにもお伝えしていきたいと思います。はい。やはりですね、千人待ちってすごいですよね。 すご,いです,すごいんじゃないですか、はい、あの先日まで100人待ちだったそうです,す,です、ね、で現在は1,000人待ちですよ、ね、1,000人待ちもう10年待たないといけないぐらいですかねそういうことで,です,、ね、すごく素晴らしい先生でしたで私もです、ね、先生とちょっとお話しする機会があったんですけども「はいえー、5つのおもてなしの心」っていうことで5つ紹介します1つ目の前のの前人は自分の鏡です。 あよく言いますね目の前の人は自分の鏡です、ね。よく言われてますね。それはね。二、はい、つ。たとえ短くても時間を共有することは人生の一部を共有することです。あいい言葉ですね。もう一度言いますね。二、はい、つ。たとえ短くても人生を共有することは人生、あ、失礼しました。たとえ短くても 時間を共有することは人生の一部を共有することです。はい。はい。三つ。出会いは貯金のようなもの。でも残高は決して計算できないものです。あ、なんかすごい深いです、はい、もう一つ。三つね。三、はい、つ。出会いは貯金のようなもの。はい、でも残高は決して計算できないものです。あ素晴らしいですね。ね、ねご縁を大切にっていうことですね。はい 四つ、やるべきことは、一瞬、後ではできなくなってるかもしれない。あ、ごめんなさい。四つ、今やるべきことは、一瞬、後ではできなくなってるかもしれない。あ,あ、すごいですね。はい。今やるべきことは、一瞬、後ではできなくなってるかもしれない。はい。だから、今を大切にしましょうってことですね。すね今の時間ね。はい。はい。五つ、最後ですよ。五つ、人は、人を幸せに、 することでしか幸せになれない。人は人を幸せにすることでしか幸せにならないっていうこと素晴らしいですね。すごいですよね。五、ね、つのおもてなしの心。本当にですね。宮古先生のお人柄が素晴らしかったです。実はですね、二十三のテーブルがあったんですね。円卓テーブル。はい。九、えー、名から十名ということはざっと数えて。 200人超えですよねはいの方がいらしていましたそんな中でですね各テーブルをお回りになりお一人お一人にお声かけをしておりました素晴らしいうん。ですから出会いは貯金のようなものでも残高は決して計算できないものですっていうところに繋がるのかなって思いましたね はい、うん。とても素晴らしい先生でしたので、ぜひですね、あのネットで若林美和先生のあ名前を検索すると出てくると思いますので、あのね、私はもうあファンになりましたので、皆さんもあのおし皆さんにもお知らせしました。はい、どうもありがとうございました。はい。もうたくさん話したいことがあってですね、時間大丈夫ですか。はい、そうそう、時間があと2分30秒ぐらいですね。ええ,ええー、っとですね、ではですね、七夕飾り。 ということなんですけど、明日は、あの、七夕なんですけども、あの。もちろん、明日もですね、あの、お話しさせていただくんですけども。五色の短冊って、ペイチンさん、ご存知ですか。はい、わかりますよ。うん,うん。うんどんなものですか。五色の短冊、七夕の時に、はい、願いを。書いて、はいえー、この笹の葉に、うんえー、こう、紐でくくる。そうですね。はい、では、どうして笹にするんでしょうか。なぜ笹にするか。はい。 ささっと、えー、<laughs> またわけのわからんこと言って。そうですね、ささって、どういうふうに伸び、あの、こう、ぐ,んぐん。だけはずっと、上にですね。そう、そう、そう、ね、おそこが、キーワードで、あの、天に近くなるようにっていうことで。はい、あの、願いがですね、天に。 早く届くようにってことで、笹っていうことなんですね。ははで、日本では竹を神聖なものとして扱っています。あいろんなね、行事ごとで竹が使われていますね。はい、で、そういうことで、あの、現在ではですね、神社とか神事ごとでも、あの、竹が使われて、笹が使われていることが多いんですね。そう,すねそういうことでもあって、えー 竹にですねあの五色の短冊を飾るんですね、はい、願いが叶うように<は>ってことで竹を割った性格とかって言いますよねま、はいうん、っすぐな性格はいはい<で>そうですね、はい、竹を割った性格っていうので、えー、この間大阪に来た竹ちゃんはい、はい、まさしくそうでしたねちょっと今話はそれるんですけど,も、はい、れけどね、はい、えっ、ー、と五色の短冊はあの先日の、えー、5月5日にですね、えー、吹き流し はい、が五色っていう話をしましたね。はいはい、一緒なんです。でね、これはえっ、ー、と日本の日本というか中国の文化の五行説から成り立っていて、はい、でそれをですね、あの万物はですね、木か五トン水、はい、木か、あえっ、ー、と木つ、火、はい、土、えー、金、はい、はい。 の水の5つのつ、ねはい、要素で成り立っていてそれがまた色で表されているっていう深い深い意味があるんですよ。はいうん、で五条の心っていうんですけどもそれはですねまた明日あの私の七夕の宴の方で説明させていただきます。だだ、はい、だからただ織姫と彦星が、ね、年に1回出会うだけじゃない 七夕っていうことでですね、あの深い深い意味があるんですよってことをですね、あの皆さんにも少しだけお話ししたかったので今日取り上げてみまし,ました。はい、どうもありがとうございました。はい、続きはまた次のコーナーでね、きたいと思いますので、はい。どうもありがとうございます。はいえー、ここで一旦 C.M. 入ります。はい、よろしくお願いします。 ハイサイラジオ CM セール数用中ウがなみらペイチンサトルのスルティアシバナカタティアシバナシマクトバの時間の遠い便搭載時間の許すカジリマジュンシマクトバチカティ花やかちウタミシイビリサイ このコーナーでは、ラジオをお聞きの皆様と一緒に、しまくとばを学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内は、ペイチンサトルとイレイノリコ。ギノワンヒルズ通りにあります、FM ギノワンのスタジオより、この後7時まで生放送でお送りしております。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは、797、アットマーク、FM ギノワン。トコムそれと、ツイッター ツイートもできますのでよろしくお願いしますでは早速ですねツイートが来ていますブルガリさんこれからは師匠とお呼びしてよろしいでしょうかどちらにですかね私ですかねペイチンさんですかもちろんあなたですよねいいいありがとうございます嬉しいですねでものりこさんでもいいしねブルガリさん面白いですねそれからキャプテンキャプテンさんから「こんにちは」

ええー、くがねくとばをご紹介しましたけどね。はい,はい。はい、今日はちょっとあの簡単なものからいきましょうね。うんうん、よろしい,いですか。よろしくお願い,いたします。これ多分よく聞くと思いますね。はい,はい。はい、これはあの、えー。直樹さんも。えー、聞いてほしいんですけどもね。はい、はい、これです。キラマーミー氏がまちげみいらん。<laughs> ここ見えますかね。キラマーミー氏がまちげみいらん。はい。はい。どうですか。柳根さん。意味ですか。はい、はい。あの、日本語でやると。 東大元暮らしみたいにいいですよね。素晴らしい直訳あね。ナクマは似てるけど、えっと何でしたっけ？まちがいはわからないってことですね。まうんままつげが見えないの。まが見えない。東大元暮らしそうなんですよ。あのね、お顔のまつげって自分のまつげってすぐ目の前にあるんだけれども、あのまつげって見えません。そうですね。だからはい。 ケラミ、ケラマっていうのはケラマジマ。は見えるけれども、目の前にあるまつ毛は見えない。こちらからケラマ見えるんですかね。どうです。か見えない。見えないですか。そうですね。こちらから見えます。で、とまにあったりか。らああ、はいはい。で、そして、あの、私の友人がですね。この、ええ、ラネットはですね。こんなふうにして覚えてます。キラマミシが、わちげみいらん。サイじゃないですか。わかりますか。ちょっとね、わかります。はい。はい。わきらばいじょう、わちげみいらん。 はいケラマちょっと私が言いづらいので矢さんねどういう意味ですかケラマは見えても脇が見えない,い、うん、はい <laughs> そうピンポンですはい、はい、そうですね脇毛と言いますねやはりね先ほどねあのしっかりあの意味をね矢名さんがおっしゃったように東大元暮らしっうですね目の前のことはよく見えないねっていうことですね,そうなんですねこれも今締めてますけどもね、はいはい、そういうのがありますこれは本当に庶民に広まった ええ、桑の言葉ですね。はい。で、そ次はですね、これはもうよく使われてますね。先ほども百人町の先生の話千人です。はい、千人町の先生ありましたけども、うちのあの桑の言葉にはまたこういったのがあります。人当はららん、カトドはらりる。はい、どうですか、与那間さん。私はわかるんですけども、人当はららん、カトドはらりる。よく使います。人ってお金の人ですか。はい、そうです。人 わか,、ね、からないですか。コア、はい、っていうのは子供なんですね。はい、人っていうのはお金ですね。はいえー、はい、よろしいですか。私見て、あ,ってあのお金お金ってとは笑われないけど、はい、子供とは笑われる。なんて言うんだろう。う お金じゃないよ子供と触れ合うことで楽しみがいっぱいだよねっていうことですねこれあの子に勝る宝なしってやつですね子供を大切にするということですねそしてよくありますよね自分の通帳の数字を見て笑うでありますよねね。しかし実際これはね笑うはできますけれども語ることはできないで子供っていうのは語ることもできるね 子供にないんだよそういうことで本当にこう子供を大切にしていきましょうっていうそうですね先ほどのおもてなし宮古先生のねありましたね人との出会いは貯金貯金だけど貯金の残高はいくらか計り知れないっていうことがありましたねですからねそれと相通じることですねはいありますよ 本当、はいね、子供と笑うとなんとなくほほ笑みになりますよね。いすね戦後貧しい 貧しい中で子供たくさんつきますよね、お金はないけれどもね、子供の笑顔を見ると幸せを感じるということですのでね、お金がないからといって、人の幸せを図ることでできませんそうすよねお金がいっぱいあっても、幸せじゃない人もいますよね、心が満たされない、お金はたくさんあるけれども、だけれども、お金はないけれども、幸せの人っていそういうことですね。はい これも覚えてくださいね。はい、はい、そしてもう一つ、これちょっと難しいけども、うん、ええ、紀子さん、ちょっと挑戦してみてくださいね。鷹の毛利、はい、ガラシンモウヨン。鷹の毛利、ガラシンモウヨン。鷹が、こう、なんていう。踊るっていうんですか、羽ばたけば、はい、カラス。も、同じように、こう、なんていうんですか。 羽ばたくっていうことですかあ、なんかよくわかってますねそんな感じですかあってますねタカヌモーレガラシンって言ってますけどガラサーのことですねガラサーねよく言いますねタカヌモーレガラサンも言うんのタカってやっぱりあの最,最高格になりますよね,すね、はい、だから、えー、まあ豊かさのことを表現してるんですかね実はですねこれは人真似を、うん あざ笑ったことわざです。逆なんですね。逆ですね。はいはいはい。ね、高、うん、が舞えば、うん、その真似をしてカラスも舞うと。ああ<ー>、人真似をあざ、えー、笑ったことわ。あざら笑う。これ聞いてくださいよ。ね、はい、これをもっとわかりやすく言いますね。うんうん、はい。はい、自分の能力を考えないで人真似をする。うん、表面だけ真似る。 これあざ笑ったことです。はい表面だけあのまななんていうマネはしないでねっいこれはもう特にあのりこさんの専門分野でありますおもてなし。例えば日本のお辞儀挨拶挨拶挨拶の本筋も知らないでただ形だけ真似ている。それと一緒じゃないかなと思います。なぜ挨拶をするのかとかですね。その形的なねマネはできるけれどもあのまあ。 は,はがれて、め、メッキが剥がれちゃいますよっていうことですね。すはい。はい。はい,はい。えー、本物の金は剥がれないけど、偽物はメッキが剥がれちゃうよっていう,うです、ね、ような感じです、ね。感はい。ええー、自分の能力を、うんえー、考えないで、人真似をすることですね。はい。これ、ちょっと、あの、戒めですのでね。うん、でも、ちょっと、え、う、ね。打ち当たりする方もたくさんいます、ね。そうですね。ねこれも謙虚さがなくなってくると、こうなってきますね。うん、はい。はい。はい、じゃあ、もう一ついきましょうね。うん これはよくあの先ほどもそうですけども FP 崎山さんが今営業マンを応援ブログでいろいろとやってますよね、うんはい、マーケティングで、はい、でその中でも必要だなと思います、うんはい、若さるうちの汝やコーティアティンシーよく言われましたね、はい、あのじいちゃんばあちゃんに、はい、若さるうちの汝やコーティアティンシー世のみねさんどうですかなんとなくですけど、はい、若いうちに苦労しろみたいな意味ですか、はい ピンポンですよね素晴らしい世、うん、の中さん素晴らしいですね <laughs> うん、そうなんですよまさにそうですね、はい、これは、うん、えとなぜそうなのかっていうの分かりますよね、うん、なぜそうなのかやっぱりまあ、なんていう人脈とかそういうのをあの蓄えなさいっていうこともあるしやっぱり体がいっぱいね動けるし、うん、だからもう何義は何義じゃないよずっと何ていう その人生の糧となるのよっていうことですよね。そうですね。で、若いうちっていうのは、何でも取り入れられる時期ですよね。で、そしてまた、まだ人生の中では、まだ未熟ものですよね。ね、しかしあの、しめひちもの知らんっていうのを。ええ、先週、トレーニーましたよね。しめひちもの知らん。あの、知識は、分かっても、物事を知らないっていうことですね。はい。で、そうなってしまうと、この。 若さのうちのなんじゃこうやてやっていしいというのが分からなくなくくってんですね理屈だけ知ってあの実際の道理が分かってない、うん、そうですねですから<で>、はい、体感をしてあのなんていうねたくさん苦労して大学を卒業して難関、うんえー、の例えば会社に入社しました、うん、そしたらまともな仕事はさせてもらえないでいつも雑用ばかりさせられるとでそういった時ですよね うんうん、そういった時の苦労というのは本当に、ねね、この時ってほ苦労なんかいろんなことがあった時にもなんで自分だけなんで自分だけって思っていても長い目で見るとあのまあ人生のパズルって言ったら変なんですけどもその時は黒い点だったか点々だったかもしれないけどこの人生のパズルが出来上がった時絵画が必要なんですよね黒とかグレーとかっていう部分も、うん。 全部明るい色ばっかり、全部楽しい人生だけだったら、何が楽しいのか、何が、ね、素晴らしいですね。そういうのがあるので、はい、あのまあ苦労っていうのは後で見ると苦労ではなくて、人生の絵画を描くためには必要なものですよ、はい、っていうことですよね。そうです。ノルコさんもありました。いや私たくさんありましたよ。若さ打ちのなんじゃコーティアティンシーっていののさんもありました。うんうんうん、はい、もうあ本当にあの自己投資ですよ。 自己投資をしてやることによって花が咲きますよっていうそうですね、うん、もしかすると米峰さんはこの今ですね若さるうちの難事やコーティやシーということですからねどん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 難儀をですね,ね難儀をしてください、うんはい、そして山内一郎ささんを楽させ幅幅いほ広い人生人生観っていうかね何て言うんだろう ストレートで行くのも OK なんだけどやはりいろんなことをあの経験した人っていうのはすごく厚みのある人間になるんですね、うんうん、ですからあのそういう形でねてくださいそうですだけど僕は苦労してますよ僕を苦労してますよっていうのは NG です、うん、あの顔では笑ってでもね心では一生懸命もがいてっていうのがだからもう米峰さんがこう自分のこう知人友人同級生に会った時に、うん できたらこういった若さのうちのなんじゃコーティンでィんシンで一温度ペイチンサトルさんが一温度と言ったらみんなあそうか今僕たちがやってる苦労は決して悪いことじゃないんだとあとでいい結果を生むのでグレゾーンじゃないんですよこれは後で人生の大きな介護が仕上がった時には必要なものだったっていうことが言えるんですねじゃあ「p l e a s e l i s t e n p l e a s e after me」 私ですね言い,言い回しができ,るできないんですよね言うことはできあ聞くことができてもね。はい、若さるうちなんぎはコーティディム若さるうちなんじゃコーティンやティンシーん。若さるうちのなんじゃコーティアティンシーこれちょっとリズムおか面白いね。 コーティアティンシー。コティアティンシー。さるうちのなんじゃ。コーティアティ。ンシあ、ちょっと。なんじゃなんじゃなんじや。コーティアティンシー。はい。コーティアティンシー。世の皆さん、いきましょう。はい。えさるうちのなんじゃコーティアティンシー。あ。完璧です。素晴らしい。これ、ぜひ材料の名にしてください。 ねえ<非>あの柳峰さんさすがですねこれは能力が高いですね、はい、これはぜひ、うん、あの座右の銘にして、はいえー、同級生集まった時に、うん、志の高い人たち集まった時にぜひこれを「わったまだまだ難儀足りないよ」うん、と「ああひんちょばなんとわった並んどそういうことで人生はあっという間ですからまばたきしたらあっという間にこの年齢に来て。 ちゃいますからね。はい、それは何気ではないですよ。はい、じゃあそんなこんなでね、うん、時間になりましたね。はい、また来週ですね、またえクネクトは紹介していきます。はい、はい。じゃあここでまた一曲お届けします。Deep inside my heart by Randy Meisner。 スこ,ここで使える。 時刻は六時四十七分を回りました。あなたが輝く魔法の疎い道をお送りしております。はい、さて、第1週目は。インフォメーションのコーナーですね。はい、はい、じゃ、それではのりこさん。はい、はい、たくさんありますね。インフォメーション、ね。そうですね。はい、まずですね。はい、あのー、明日。七<日>月七日。ええー、七夕の宴を催します。します。これはですね。はいえー、コスタビスタ、沖縄の方で。 ホテルの方でですね、6時半スタート、PM6 時半スタートになります。えっ、ー、と、お箸使いと返しの使い方。それからですね、季節のお食事をめでりながら皆さんで、あの、宴を楽しみたいと思います。はい。はい。それからですね、あの、おもてなし講座がありまして、テーマはですね、観光総裁編になっております。 はい。はい、で、これはですね、あの、山内校と、うそい校で、それぞれ行ってるんですけども、えー、それとは別にですね、7月22日水曜日、えー、PM1 時から、えー、おもてなし講座を、えー、新教室、新クラスを開講しますので、ぜひ、あの、皆さんお越しいただければと思います。 ははいこれ北中の方のですね、アドポイントっていうところで行います。<あ>で、その、えー、と申し込みは、慰霊のり子の公式ブログの方に内容等などを書かれていますので、ご覧になってください。はいはい、それとですね、えー、7月16日、あの現在も、えー、ホテルのあ、えー、とコスタビスタ沖縄の方で開催していますけれども、あの 暮らしの、あ、お付き合いのマナーですね。はい、それがあります。7月16日。内容は訪問編ですね。あの、お茶の出し方であったり、いただき方であったり、あの、主に座布団の使い方の、<coughs> あの、実践編をいたしますので、あの、ご関心のある方は、私の、えー、の、いれいのりこ公式ブログを ご覧になって、ぜひお申し込みをよろしくお願いいたします。はい、なんかすごい魅力的なセミあるですね。皆さんですね、あの、暮らしのマナー。っていうのが、いうまるおもてなし講座なんですけれども。はい、ええー、びっくり、こうだったのっていう感じなんですね。それから、えー、ホテルの方。 コスタビスタ沖縄で行われているのはお付き合いのマナーなんですね。はい、これは冠婚葬祭編、訪問編、お食事編っていう3つをサイクルで行っていて、えー、と明日の七夕の宴は、えー、お食事のマナーの和食のマナーの実践編になってお,、はい、おります。はいっていうことで和食、うん、箸の使い方と開始。これとても楽しみにしてるんです、私も。あ 米値さんも参加なされた、ねはい、私も FP 崎山も参加しますので。うんうん、はい。よろしくお願いいたします。はい。なるさるはい。そんなこんなでですね。はい、あの15名を予定していたんですけども、はい、はい。皆さんが、えー、参加なされるので、えー、私も入れて19名にな9名。素晴らしい。は,い、今はとても楽しみにしております。今何人待ちの <laughs> <laughs> そうですね。私も十人待ちぐらいの、ね、サロンにしていきたいですね。いいいすねはい、あの、私もですね、はい、先ほどの、えー、若林都先生みたいに、お一人一人を大事に。 できる、あの、サロン経営を目指しておりますので、あの、よろしくお願い,いします,すが。素晴らしい。私、あの、はいね、若林先生、千人町でしたよね。はい。入江のり子さんは中の町というのが分かと思っていはすみミーパチパチにしようかな。はい。上、はい、流は能しいん、ね、で、中のそうですか町っていうのが分かったよ。はい,はいはい。中の町もミーパチパチも、ね、分からないんですけども、はい、あの、そうですね。あの、皆さんが、本当は必要なことなんですけども、どこで学んでいいか分からないとかね。 誰に聞い,たらか聞いたらいいのか分からないとかっていうこともあると思うので、はいあのね、分かりやすく皆さんにお伝えしているんですね。はい、で結構ですね50代とか60代の,あのリーダー現在リーダーとして,あのなんて活躍して活躍なさってる方もあのちょっと迷ってる方がたくさんいらっしゃって。 はい、でそういうのを私の講座で負に落ちたということでまたそのリーダーの方があの職場であったり家庭であったりお友達であったりっていうことをお伝えしてみんなであの共有してみんなが幸せになるといいなっていうことで「あ,のあなたが輝く魔法シリーズ」っていうことで開催しております。いいですね、はい、ミラクさんが大好きな、はいえー、テレビ、うん 朝の番組がぼーととねちゃん。はい、ととねちゃん素晴らしいです。はい、なんか新しいこと今始めようとしているみたいですか。そうですね。あの、はい、えー、自立ですよね。女性が輝くための出版物を、はい、あの出すっていうことで、はい、あの今日の内容ではもう独立を考えてるということでしたね,いいですね。もし時代が合えば。うん とと姉ちゃんの出版社で、本が出したら、よかったです。そうですね、でも私は今回チャイルド社で。はい。東京本社の方から、オファーがありましたので。はい。いいですね。中の、デビューさせていただきます。確か私の情報では、保育雑誌ポットとかって言ってます。そうです。ポットです。はい。それの中の、はい、一ページを任されることになりましたので。すごい。あの保育士の皆さん、ぜひ、来年は、チャイルドブックのポット。 お呼びになってください私が記事を掲載させていただきますいいですね楽しみですね本当29年間の保育士そうですねそして井上紀子さんの USP USP は何でしょうかね今だったら言えますかね今日 FP 崎山さんいませんけど恩顔顔。はい。素晴らしい皆さんにですね恩顔をお伝えしていきたいんですねはい。皆さんが心豊かになることを願って私もあの先ほどの宮古先生 生が書いてたんですけど人は人を幸せにすることでしか幸せになれないっていうことであのその先生はですね私はどこを切っても幸せよっていうことで幸せオーラを発していましたいいです,、ね、ですからまず私が幸せになってそれを波動をですね皆さんにお伝えしたいなって思ってますはいうん。しかしあのそういったの幸せっていうのは人と人とのご縁からつながってくるわけですよね、はい、そうですねご縁を大切にしていきたいねいいいその人からいい ご縁でいいエネルギーをもらえますからね。はい、はい。で人人それでですね、はい、あのそのご縁をですね大切にしながら私も輝いて皆さんも輝、あなたのあなたを輝やし。 させたいってことで、あなたが輝くシリーズを今展開しております。はい、わかりました。ね、番組もあなたが輝く魔法のうついむちってことでおもてなしをさせていただいております。はい、わかりました。もう時間もね、だいぶ迫ってきましたけども。あっという間でしたね。F.P. 崎山さんがねいらっしゃっても。そうですね。はい、じゃあ紀子さん、はい、リスナーの皆さん何かありますか。はい、では皆さん。 えー、台風がね近づいてるということでお気をつけて運転をなさってください。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そして私は今日ですね、はいえー、曲あの二曲、えーうん、ランディーマイズナーをライブバージョンでかけましたけれどもえ、はいえー、彼はイーグルスの、えー、ベーシストでしたね。そして、えー、コーラスハーモニーで高音ボを担当していた、はい、非常に私の大好きなランディーマイズナーを えー、紹介しました、はいえ。来週ですね、また、えー、そういった形で、えー、次はまたイーグルスの方をですね、はい、また紹介していきたいと思っております。またね、伊佐木山さんのね、はい、あのー、いろいろ。そうですね、来週また伊佐崎山さん来ますのでね、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はいえー、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りしました。 はい、えー、リスナーの皆さん、本当に今日もありがとうもありがとうございました。はい、来週はは FP 先山の分かりりりやすすすすいいいいマーケティングがああままま、はい、よろししくお願とうござ